皆さん、こんにちは。ただいまより、第150回日照武器検定試験3級に関する回答速報を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、ではですね、えー、本日、実施の第110回検定3級の回答速報ということで、えー、お時間、おおむね15分程度ですかね、えー、頂戴いたしまして、えー、回答速報ということで、えー、お話をさせていただこうと思います。 でまずですね今回試験に関する私どもレックの方で作成いたしましたあ模範解答、ね、こちらの方は同じくホームページの方すでにアップさせていただいておりますんで、まあ、順次、えー、皆さん方そちらで確認の方を取っていただければというふうに思うんですけどねまずあのこの解答速報に関してなんですがとりあえず 現時点において内容的に、まあ、今後修正の余地があるとかっていう部分はあのー、ないです今んとこ。まあ皆さん同様うううにね、えー、試験終了後と私ども問題を入手してでみんなで回答して、えー、答え合わせた結果まあほぼ。 ほぼというか全員ですけど、あの答えはからまあ回答として、えー、変更ということは今時点では想定しておりません、まあ、もしかしたらちょっと誤植があってとかっていうのはあるかもしれないですけど内容的にね以後改定の見込みがあるとかっていうことはないのでまあ基本的に今回これでいこうとこういうところになっておりますでその上でですねあの回答速報自体に関するまずご案内なんですけどよいしょちょっと移しますかピッ えこちら私どもの回答速報は例年通りというのかな。あ毎回毎回つけさせていただいてるんですが予想の配点箇所もつけさせていただいているような状況になります。第1問、第二問、こういうところがこれだけ点数つくんじゃないですかという前提でね予想配点箇所付けさせていただいておりますんでまあこれをね、えー、皆さん方あーご自分の回答内容等々照らしていただいて照らし合わせをしていただいてま一、あ、つね 得点状況の予測に役立てていただければということで、えー、予想の拝点箇所をつけさせていただいているんですが、まあ、これに関してはですね、今、ずっと繰り返し申し上げている通り、これ、あくまでも予想です。拝点箇所については完全に予想でございます。あの、日商さんの方で、拝、えー、点箇所の開示はされておりませんので、えー、過去の経緯、それから問題内容ですね、まあ、これらを精査して、えー、私どもの方で、 おおむね今回のこの問題あればこういう形の拝点になるでしょうという予測のもとつけさせていただいているものでございますんで、まあ、何が言いたいかというとですね要は実際の本試験の採点箇所と全くイコールではないとこれはもうあくまでもレックの予測ですとだから自己採点の結果に関してはねそうだなおおむねプラマイ5点前後の幅をもってね、えー、ちょっと見ていただきたいんですよ まあですからあ、私どもの模範回答で、えー、自己採点けした結果68点でした。ああ、ダメだ落ちちゃった。そんなふうに思うことないですよ。ほら、わかんないです。どうしても誤差は絶対出ますから僕ら把握できてないんで。そうすると、プラマイ5点ぐらいの幅はやっぱり見といていただきたい。そんなに大きくずれることはないと思いますあの。10点も20点もずれちゃうことは多分ないとは思うんですけども、基本的にはプラマイ5点ぐらいの幅。ねまあ 3,000件という意味で言えばもう2点ぐらい上乗せしてプラマイ7点ぐらいの幅でえ自己採点の状況というのは見ていただいた方がいいのかなとは思うんですがまあ一つこれはあくまでもご参考という前提で出させていただいているものなのでまあ皆さん方その前提でねえ得点状況というのはあくまでも予測のために使っていただければあそれでいいんじゃないかなというふうに思います。 はいでまあまずねその一点ご案内をさせていただいた上で今日の本試験の問題についてなんですけどまあどうかな皆さん方は実際本試験解いてきていただいてまあやっぱりね本試験でございますからそんなに言ったって、まあ、簡単にね、えー、回答しきっちゃったよとまあ、いうようなことはないかなとは思うんですがまずあのー、僕自身がですね今回産級の問題解いた結果あー感じた所感なんですけども まあ一言で言ってしまうと波、ねえー、難易度的にはまあ難なのかな普通っていう感じですすなわちあの図抜けて難しいとかっていうこともないし、えー、簡単っていうこともないしまあまあ一般的な産休の問題かなというふうには思いましたでおそらくですけどねこれまでしっかり受験対策をお取りになっていただいた方々、まあ、例えば過去問しっかりやったとか ああ私どもレックのようなああ予備校の当練をしっかり使ったとかね、えー、そういったですね受験対策をしっかりされてきた方々であればまずあの今日の問題自体見た段階でね第2問とか第4問なんかもう顕著ですけどあのまず見た段階で一安心っていうのかなちょっとほっとできないあ見たことあるこの問題ねあこれいけそうね、まあ、まあ問題解く前ですよ解く前にあこれ見たことあるな こういういのやったなっていうのがまず目に入ってくると思うんでそうするとね少しそこで落ち着くこともできたんじゃないかなそういう意味ではあ変に器量ってなった問題ではないので、えー、2問目4問目あたりはね3級に関しては、まあ、時によっては結構難問が出たりする、ねえー、非常に作業が多いとか面倒くさいとかそういう問題が出たりしますけども、まあ、今回の試験に関してはそういったことが多分ない。 えー、おそらく多くの受験生さんが「あこの論点ね見たことあるある」という形だったと思うので少し落ち着いてね、えー、問題対応することができたんじゃないかなというふうに思いますからそういう意味で言うとまあ何ていうのかな変に舞い上がってしまって持ってる力が出,出なかったと、まあ、そういう方も中にはいらっしゃったかもしれないけど一般論で言えばそうなりにくい試験だったと思うんですよ。 で冷静に問題内容に向き合っていただくことができれば出題内,内容自体もねそうだね図抜けで難しいよねこれっていうのはまあほぼないねほぼないまあ当然本試験ですからパートパートちょっと考えなきゃいけないような話とかそういったものはありますけどもただ全体的に言えばまあまあこれ分かんなくてもこっちができるから。 いうふうにある意味気持ちの切り替えが効いたのが今日の試験だったんじゃないかなっていう気はするんで、まあ、そういう意味ではね3級の勉強をしっかりやってこられた方々、ね、じっくりと知識を身につけてで受験対策もしっかりやってきたという、ね、きっちりなすべき努力をされた方々にとってはその努力が報われやすいと。 まあこういう試験だったような気がするので、まあ、そういう意味では僕は非常にいい問題なんじゃないかなというふうに思いました。でおそらくですけどもそうだねそういう感覚を持っていただいた方、まあ、実際試験やってる時はやっぱりねあドキ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 しながら問題を見ますからねそんな余裕もないかもしれないけども振り返って見てみればあ結局こういう準備してきたものがほとんど問われたなまあ楽に解けたとは言わないけども。 それなりに対応はできたんじゃないかなぐらいの感覚を持っておそらく試験会場出られたんじゃないかなというふうに思いますし、まあ実際問題としても試験は今回そういう趣旨の問題だっていうのが気がしますよ。だからまあ僕は別にねあの上から目線で物を言うつもりはないですけども、まあ,ある意味極めて妥当ないい問題なんじゃないですかねというふうに思いますよ。これよりもうんときやたらめったら簡単にしたらね。 んだかまあそこまで努力しなかった人も受かっちゃうって話になるからそれはどうかなっていうところが正直ある。ねやっぱりやるべき努力をちゃんとした人であればしっかりね点数積んでもらえますよっていう問題になってるとは思うので僕は個人的に今日の3級は悪くないと思いますね。いい問題だとは思いました。ただまあどうしても本試験ですからねえー、当日いつもと違う環境の中で試験会場に行って問題を解くとね やっぱ少し舞い上がってしまって普段だったらできるようなものができなくなっちゃうとか慌てて問題の指示を誤認しちゃったとかそういう方もいらっしゃるかもしれないけどもねえおおむねの部分で言えばまあ対応はしやすかったのが今日の試験なんじゃないかなという気がするからまあそこそこ合格率は出そうな気はするよねあのー、まあ40とかはいくんじゃないですかねえいう気は僕はしますんで まあ50っていうのはちょっとどうかなっていう気はするけどね。でも、まあ、最近の産業の受験生さんは非常にしっかり受験対策を取ってくださる方が多いので、まあ、そういう前提で言うと、もしかしたらそういう数字も見えてくるかもしれないけども。まあまあ。おそらく40とかは超えてくんじゃないですかね。で僕は思いましたね。まあ、それぐらいね。なすべき努力をしっかりやった方々であれば対応しやすいよとしっかり対応できますよ。という問題だったと思うので、まあ、繰り返しますけども。 まあ僕は3級の試験としてはあるべき形のような気がしますね。ただまあここの論点で言えば例えば第1問の仕分け問題の4番ねえー、今日もちょっと出題されましたね、まあも。もはやこれはもう3級の論点なんだね。<laughs> あのまあ産級でも出しますよよかったら当然ね、えー、言われてる類の論点と言えると思うんだけど過去も出題実績あります。まあこれは資本的質とか収益的質。本当にちょっと前までは2級の話だからねこれ。 ね、まあ制度変更入ったら分かっちゃいるんですけど、まあ、それでもやっぱりねあこういうことをもう産休に求めるようになってんだなっていうのをね時代の流れをねおじさんは考え感じましたよあの問題解きながら。ああそうかそうかそういう時代になったんだなあっていうふうに僕は思ったけどねまあでもこんなのだって比較的ね論点としてはやっぱり難易度高めの論点だとは思うけども問題解答というアプローチで言えば問題文自体がちゃんとね 判断迷わないような形で作ってくれてるんで、まあ産休の仕分けの問題としては非常にいいんじゃないですか。だかこういうのはやっぱちょっと取ってきたかったよね、いう気はする。ーかと思えば説例の3番、ね第1問の3番みたいに現金過不足に関するこの扱いなんていうのはもう過去問でもずっと出てる。もっと言うと僕らが受験勉強をやってた時代から出てるような出し方ですこれは。まあそういう伝統論点でありながらもやはりね今においても その概念処理概要というものをしっかり理解しておかなきゃいけないものはもう伝統として出すという形になってるからまあバランスが非常にいいかなっていう気がしましたね第一問の問題。ね目新しい論点も入れながら伝統的かつ古典的でありながらも重要性が高いような論点はちゃんと入れてるという形ですから、まあ、バランスも非常にいいような気がしましまたねでそういう意味では今日の第一問はうーん。 バランス的にも非常にいいし、まあ、繰り返しになるんですけどしっかりと対策を取った方々であれば比較的点数が伸びる問題だと思うので、まあ、そういう意味ではやっぱり両問じゃないですかね。という気はしますよ。で第2問のお、まあ、補助関連の問題でございますがこれもそんなに難しい話はないのかな。 まあ伝統的な出題形式といえ補助簿選択の問題を軸としつつ関連するデータを「つつくっつけてますね、えー、箱根商店に対するり掛金残高いくらになりますか?」とかあさらにはね、えー「6月中の順売り答えなさい」とか「順売り」とかねこういう言葉はまあ当然産業の段階でしっかり覚えとかなきゃいけないものでもあるからこういうのを説明内容として出すってのはやっぱ大事だと思いますよ。 あの普段どうしても勉強やってると計算認識がいっちゃうんでこういうね用語の定義って曖昧になってる場合が結構あったりする順織と総理の違いがわからないとかああいう方も実際問題3級の勉強やってても意外といたりはするんですけどもただねちゃんとこういう説問を入れることによってしっかり用語の定義、えー、こういったところからすなわち形じゃないような あ基本の知識としてしっかり身につけるべきものをちゃんと身につけた方はちゃんと点数上げますよという説問になってるんで僕こういうの非常にいいなと思いますね。うん。少なくともおぼ会計の勉強をやった人間としてはそれはいかがなものかと思うんで。 まあこんな昔っから論点ではあるけどそういったところも入れてくれてるっていうのは僕いい問題だなと第3問に関しましてはまあ毎度おなじみ重複データありありのパターン少し言い回しをね重複が分かりづらいような言い回しを変えていたけどもただまあもともとの資料の書き方自体がもう典型的な重複ありのパターンですからこれもあんまり悩まないんじゃないですかね。 えー、その重複データの部分を省いた他の論点に関しては言い回し自体も過去問答集してますんで、えー、これなんかもう受験対策をしっかりやった方であれば何の問題もなく対応できるよっていう問題になってるんでねそうだねやっぱりこれもいい問題だね。で大表もの伝票なんかは結構嫌いな方多いんですけどただまあ伝票は級の取材論点として挙げられてるわけですから。 まあここは受験対策をしっかり取ったか取らないかだし、まあ、おそらく、えー、回答要領として申し上げれば決して難しくはない。ね、だこれもさっきの話じゃないけど多くの場合第4問見られた時にはですねちょっと一息つけるっていうの。ああよかった、ね。感情推定みたいなえたらったらめんどくさい問題もあるじゃないか問を見ると。それに比べればあしっかりと、ね、伝票だから対策しやすいな対応しやすいな。 多分ちょっと気持ちが楽になる方の方が多かったと思うんでまあそういう意味では今回良かったですね。で第5問の生産表まあ生産表に関して言うとちょっとまあレアケースの出し方と言えんのかなあーそれが決算整理事項等のやっぱり4番目あたりかねただこれ冷静に問題文読んでもらえれば使う知識ってみこしく両米やってる知識だもんねえ当、ー、期の5月1日に18万ねえ 18万、あ保険料払ったと。で当期の12月1月日以降、解約をしたんでお金が返ってきますと。でこれに関する処理してねって話ですけど、まあ、結局のところね、えー、5月1日から11月末まではすでに保険のサービス受けてるんだから解約しようがしながればらそこは戻ってくんなさんのでそれは保険料勘定のままでいいわけですね。で12月1日以降の期間分これが返還の対象だった話ですから、まあ、その分だけ保険料を減らしていただいてねえ。 で未収金計上してくださいねって書いてあるから未収金立てればいいだけの話ですからまあ使っていただく知識はみこしくりのべの知識なんですけどねそれをちょっと聞き方を変えてるだけただ僕これねいいい問題だと思いますよこういうのは良問だと思うただ見慣れないことによってやっぱちょっと対応しにくかったって どうしたらいいのか混乱しちゃったという方もいらっしゃると思うんでまあ政党が出なくてもこれはしょうがないかなという気はするんだけどもでも論点とととしてははは僕僕いいいいいいいだだ思思うううううここのの問題だと思います、ねえー、結局のところ、まあ、こういう説問を作られた先生の意図というのはみこしりのべで得た知識を転換して状況にあためて採用対応してくださいよという意図だと思うのでこれ僕いい問題だなと思いましたね。 ただまあ解く側からしてみると見慣れないからなんじゃこりゃって話になって解かなかったあってもいいと思いますよ全然で逆に言うとそれ以外の論点に関しては比較的対応しやすいでしょねだからうーんそういう意味ではあんまり問題もないんじゃないかな、まあ、売上げ原価の計算なんかについては期末商品単語者が計算上おー仕入れ返品の話なんかを加味しなきゃいけないとかそういうのはありますけどもただまあ 全般的に第5問においてねまあいわゆる7割狙いっていうの合格水準が7割ですからその前提での回答作業を進めましょうという観点からすればさっき言った保険料とかそういったねちょっと発展的な思考投与な論点がもし後藤になったとしたってベーシックな対応ですべきところベーシックに対応すべきところでしっかり7割資格は取れるようになってますからまあそういう意味ではバランスもいいんじゃないかなただ僕はねせっかく一生懸命事件対策も取ってもらったし ねえー、今お話した保険料なんか今日の段階で対応できた方はね自信持っていいよしっかりとみこしくりのべに関する計算手続き概念についてはまずご自分の中でしっかり紹介できてる証しですからそれはね大変立派だと思うし頑張った成果ですで今日の段階でこれが分かんなかったとか間違えちゃったとかいう方もいらっしゃるかもしれないでそれはねせっかくやった試験ですから試験終わった後問題見たくないかもしれないけどさやっぱりね ここに至るまでしっかり勉強を進めてきたものなんだから一つぐらいはね間違えちゃった時には確認しといたって無駄にはならないよ自分の中に残るからねえー、そんな前提で少し見てもらっても僕いいんじゃないかなと思いますねまあそういう意味では少し応用度が求められるかな逆に言うとねやっぱりもう今日の産休の問題見てもね最初に僕言いましたけどねあのもうもはやね簿記の検定試験はだいぶ問題の質が変わってる。 すなわちまあ比較にもならないけど僕らの時代僕が簿記の3級とかを勉強した時代っていうのはもう二十数年前ですでその時代はね変な言い方ですけど簿記の32級って暗記だと思ってましたで実際問題暗記が受験対策でしたというのも同じ問題の焼きましだったからねだから解き方を覚えるとかあー処理の仕方を覚えるのが簿記の勉強だっていう時代が長く続いただからそれはそれでね いいところもあれば悪いところもあったのかなっていう気はするんだけどもだん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 やっぱり問題の質自体変ってきてるから今の保険料の話もそうだけどねベースとなってくる思考をしっかり捉えて、ね、それを具体的事案に当てはめながら応用転嫁で問題解いてくださいっていう論点は多少今後増えていくと思いますよ。でもこれはやっぱりね簿記の知識を得た後に実務に出てですね経理作業なんかおやりになるという方も多いわけですから。 そういった方々などを想定すればやっぱりそういう対応力ってのは必要だろうし逆に言うとね必ずしも経理マンにならなくったってですよ会計に関する知識を使うと財務省を読むでもねええー、決算報告読むでもね社内資料予算データを読むでも何でもいいけどもそういう資料を読みましょう活用しましょう財務データを活用しましょう判読しましょうって言った時に確一的な処理の仕方を丸暗んきしてるようでは結局読めないし判読なんかできないです。 えー、そうすると大体の本屋さんに売ってるような別に文句言うわけじゃないですけど財務分析の本買ってきてねこういう手法見たらこういう意味ですみたいな丸暗記になっちゃうから暗記に暗記重ねるから結局何も分かんないですあんなもんで別にまあまあ全部が全部とは言わないですけどもそんな数字だけ覚えたって何の意味ないんだからあそれに比べればやっぱりねより現実的にっていうのかな実践で対応しうるような能力を問うような形で問題変わってきてるなと。 こういののをものすごく僕は感じましたよだから最初に申し上げた通り今日の3級の試験はね決して簡単ということではないし模、まあ、試験だから簡単なわけないんですけどやたら難しいということでもない。ただ問題として見た時にね、まあ、昔と比べても意味はないんだけどもだいぶ受験生さんのまあ理解を問うような問題にやっぱり変わってきてるんだなっていうのを改めて実感した。で逆には今回の試験で しっかり成果を残すことができた方々というのは3級で求められている論点の大枠はもうしっかりとご理解いただいているというふうに思っていただいても僕は問題ないと思います当然ここに出なかったものもありますただ暗記暗記一辺倒だと今日の問題多分厳しいですよ解き方一辺倒みたいな形になっている人はまあちょっと厳しいかなと思う だそうなっちゃった人がもしいらっしゃればそれはやっぱりちょっと勉強のスタンスを変えるとそういうものじゃやっぱり簿記ってないからね、えー。いうことはやっぱり必要になってくるだろうし、えー、今日逆に言えばしっかり成果を残すことができた人はなかなか実感としてはないかもしれないけども産休で求められるような知識はちゃんと身につけることができてるという自信を持ってください。 ねまあ、それでで僕はいいいと思いますよでもうなんじゃかんじゃでこれ20分ぐらい経っちゃったんでまあ概要としてはそんな感じでございますけどね、えー、まあ皆さんねええー、今日は3級の試験どうしても朝からやっていただいてますんでまあ11月っていうのはあの寒いんでね皆さん今日何時起きましたか 僕ね僕もまあだから早めに今日は回答を作ったりもさ、まあ、このあと1級解かなきゃいけない1級 <laughs> もやんなきゃいけないんでねあのやるんですけどあの僕も今日6時前に起きたんですよ暗かったねあの夜だまあ夜とは言わないけどまあまあまあまだ明ききってないねえちょっと11月の試験っていうのは寒い中ね会場向かったりっていうところがあるしどうしてもここに至るまでは 試験に向けての勉強だから気が張ってると思うんで、ね、える、ー、とかやってこれたと思うんだけども意外とやっぱ試験終わった後って気が抜けるからさあのー、これでけやっぱ寒かったりするとね体調も崩しやすいんでね、あのー、解放された喜びはあるとは思うんですけども、まあ、ちょっと今日あたりはねあの早めにお家に帰ってね、えー、ゆっくりとお休みしていただいてで遊ぶのは明日以降。 ね、していいいいいいただくといいんじゃないかなか、まあ、う,うに思います何したってまあここまで皆さん一生懸命時間使ってお疲れの中やってくださったと思うんでね、あのー、まずはあ自分の体をいたわることに、えー、集中してもらった方がいいんじゃないのかな、あのー、最近インフルとかも出てるみたいだからね本当はあは風邪とかひかないようにした方がいいよ試験終わりはなりやすいからねで最後にねあの1点ご案内です まあ勉強終わったばっかりでまた勉強の話かって言われるとあれなんですけどあのー、今回簿記の検定試験をご受験いただいた方々を対象にねレックではあのこの小学生試験っていうのをやりますでこれはあの各地の本校、まあ、校舎の方で実施をするんですがあ直近でいうと12月1日で2日ね両日やりますで22日にも実施があって1月13日もやるんですがこれ何なんだっていうとこれね 試験ですボギ、まあの,の問題解いてもらいいますでの問題解いてもらって、まあ、そこでの得点状況に応じてね上位講座で使える割引チケットを差し上げるという機会です。ね、ですから、まあ、上位級例えば3級終わった皆さんであれば2級とかで2級が終わればその後はも今度1級も見えてくるし当然税理士とか会計士も見えてきますからあそういった上位級の方で 使えるるチチケッチケッットトト割引をね差し上げるといいうイベントでございま,すまあせっかく頑張って勉強やっていただいた方々ですからねええー、この先ね上位を進まれるという時がある時にまあ学費の面でね多少なりともお力添えできればなということで一応小学生試験をやらせていただく。 で詳細は私どもレックのホームページの方に記載させていただいておりますんでそちらでご確認をだければありがたいんですがあの例えば僕の小学生試験を受けていただいて100点取ったからじゃあ社老士をタダにしろって言われてもちょっと社老士とかは関係ないんであのそれはあれですけどね、まあ、会計科目。 ね、会計科目で使える割引チケットを差し上げるというイベントでございますからまあよければねただの腕試しでも別に結構ですからあーこの割引試験、えー、小学生試験ですね一、えー、つご検討の対象に加えていただいてまあここでねある程度点数を取っていただければ次のステップ よしつも思われたときには学費の面で少しお力添えができると思いますんでね。まあよろしければぜひ前向きに、えー、捉えていただいて、えー、ご受験いただくとありがたいというふうに思います。まあちなみに12月の一比、えー、一比一比なのかな二日かな二日だよね。二日が日曜日ですね。 えー、12月の2日、まあ、僕はあの新宿のエルタワーっていうところでね、毎週毎週日曜日は全然税理士の授業やってんで、あのー、まあ、僕は小学生試験を担当するわけではないんですが、あー小学生試験来ていただきつつね、まあ、税理士の授業でもちょっと参考にね見ていただいても <laughs> よろしいかと思いますんで、まあ、別に見に来いとは言いませんが、あーそんなのもね、一つ前向きに捉えていただけるとありがたいなと思います。はい で最後はちょっとご案内になりましたけどもね以上をもちまして、えー、本日実施の第150回3級に関する回答速報は終了となります、えー、皆さんお疲れ様でございました